しゃべくり無限大スタート。はい、始まりました。2月18日木曜日、第15回目です。皆さん拍手。イエーイ。この番組はいろいろなテーマについてトークしたり、ゲストを迎えてお話をしたりする無限大にしゃべりまくるという誰でも参加可能なトーク番組です。ここでパーソナリティの紹介をしたいと思います。まずは私から、私の名前は前戸ニーナです。カリカリ梅が大好きで、4つの国の地が流れている一人グローバルです。実は今日カヌーとね、シュノーケルをお昼は泳いできました。真冬ですよ。そうなんですよ。ちょっと後ほど詳しくはお伝えします、はい、ということで、はい、次どうぞ。はい、金ちゃんこと金城レイナです。先日ですね、深夜番組なんですけど、テレビレポーターデビューしました。イエーイ。これからも頑張りますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次は、はい、沖縄料理大好き、お酒大好き、先ほど髪を切って黒染めしてすっきりしてきたテツです。よろしくお願いします。イエーイ。黒くなった黒くなりました。はい、最近夢の中で金縛りにあって、嘘だろーと夢の中で動き回って、金縛りがやっと起きた瞬間にこっちでも金縛りにあい、人生初の二重金縛りにあったミッチでーす。あららら、怖い。マジで怖かった。どういうこと、金縛りって夢の中で、あ、夢の中で金縛りにあって、うん、これが夢って気づくのにもちょっと時間かかって、うん、あ、夢だ、だけど金縛りだと思って、やばいと思って頑張って解いて、はぁーと思って現実に起きた瞬間も、そこでもまた金縛りにあって。なんか、ちょっとそういう霊感とかがあるの？ある。あるの？あるあるある。ちょっとさ、みっちいつもとちょっと適当なところがあるからさ、本当に、うんうん、あるあるある。マジで、うん、あるある。何が見えたのその時は？その時は見えない見えない。金縛りの時は幽霊見たことない。お化け見たことはない。金縛りとお化けは、マッチしません。金縛りは金縛り、ね、うん、そうです。そうなんだ。霊感ないからさ、いや、なんか金縛りしてなんか小人が押さえてたって言うの、あれは全部ガセと思います。あららららみちる、小人も見えるよね。小人は見たことないけど、妖精は見たことあります。あ、そうなんだ。妖精が捕まえてたじゃないですか。何か、それもそういうのも全部ガセと思います、あ、けどこれだけちょっと言っていい、6メートルの巨人は見たことあるよ。これ本当なの？どこで？あ、あれ、残波岬。沖縄で？沖縄、残波岬。あっち6メーターの幽霊、マジムーンいるよ。ちょっと待って、進撃の巨人よりもっと前の話だからね。でも今日、岬に行ったからさ、シュノーケルとカヌーシに、はい。ちょっとね、いなかったよ。いい。夜に出るの？夜に出るの？あ、あの時夜中だったけど、足いっぱいあるよ。気をつけて。怖ーい。はい。マビア、マビア。はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは、797@fmginowan.com までお待ちしております。また、FM ギノワンでは、ユーストリームとツイキャスでネット配信しています。FM ギノワンのホームページからも見ることできますので、そちらもお楽しみください。そして、今日のテーマは、じゃじゃーん！朝ごはんはパン派？ご飯派？あなたにとっての朝ごはんの、朝ごはんをお待ちしております。米派かパン派かですね。そうですね。そしてこの後はスペシャルゲストもお迎えしてますので、皆さんお楽しみに。イエーイ。ということで、パン派かご飯派か、皆さんどっちですか？ニナさんどっちですか？私はそうですね。ですね。やばい、どっち派でも実はないんだけど、どっちかというと米だな。おお、毎朝一応なんか納豆食べてます。おお、いいですね。納豆はさ、やっぱり納豆だけじゃないもんね、うん、米があって初めて完成する気がしない？うん、けど納豆は納豆だけ食べても美味しい、僕。まあそうだけどさ、なんかわかる、こうセット感があるよね、うん、健康的。みっちは？ラーメン。
全然趣旨分かってないし、趣旨じゃないよ。中身分かんねー。あんたパンかーって、趣旨分かんねー。それともご飯かーって。ラーメン。朝からラーメンってすごい。まあ、正直何でも食べれるね。朝から例えばラーメン出されても、米出されても、パン出されても、焼肉は食べれんな。ちょっと待って、丼とか。待って、じゃあ米派それともパン派どっちかだとしたら。強いて言うなら。おにぎりの方が好き。ご飯はあんまさいと思ってる人。はい、じゃあ次金ちゃん。あらら、金ちゃんは最近朝ごはん食べなくて昼ごはんが朝ごはんみたいな感じになるので。あ、それ僕もわかんないんですけど、ちっちゃい頃はパン派でした。もうずっとトースト焼いて、なんか目玉焼きとサラダとなんかポークとか。めっちゃ定番やん。定番じゃないですか。いいね、ポーク。沖縄だね。そうそうそう。もうなんかそれで、すぐパって食べて、ご、なんね、小学校にゴーする。なんね、行くね。なんね、なんね。なんね。ルーオーシマみたいな。そうそうそう、そんな感じに。いいね。あ、てっつーさんは。私はですね、朝ごはんやっぱご飯派ですよ。おお、ご飯は体にもいいし消化も良くなると聞いてるので、やっぱご飯かなと。ちなみにご飯と何食べるんですか？納豆と目玉焼きとポークです。またポークな。全部リーダーさんとみんなポークだね。あと、あの海苔、海苔なんだっけ、ご飯ですよの海苔あるじゃないですか、つけて食べてる。あー、美味しいよね。まあでもね、果たしてこのリスナーさんはこれを聞いて、まあ、ためになるのかが謎です。私たちのパンか米か。ちなみにコメント来てますね。 ありがとうございます。はい、ゆいさわださん、今日も楽しみにしてます。ありがとうございます。そしてマシャさん、 DJ マシャも見学していますね。ありがとうございます。いるの奥に。ありがとうございます。はい、そしてゆいさわださん、小学校からパン派です。おお、イエーイ、一緒、やっと。はい、じゃあパン一票ね。やったー、勝負するか、パン派と米派で。いいですね。じゃあてつーちゃんと僕は米派。米派。私もあかな、米派。米派。金ちゃんはパン。金ちゃんがパンね。パンね。で、今じゃあ3対2ね。3対2。3対2。じゃあ書いとこうね。はい、書いとく。けどね、一応自分もあれですね、金ちゃんと一緒でお昼ご飯が朝ご飯タイプですね。あー、やっぱりだからそうなりますよね。朝食べる時間ないしね。うん、作ってくれる人もいないしね。そうなの、寂しい。めっちゃ寂しい。誰か朝ごはん作ってくれよ。あ、でも仕事が休みの日は、うん、なんかちゃんと作ってますよ。あ、そうなの、あ、自分で。そう、パンと、うん、なんかジュース、あ、ジュースと、うんうん、なんかオレンジジュースかなんかと、うん、ヨーグルトと、うん、サラダとか、うん、なんか、あ、結構洋風かもしれないです。けど休みの日朝起きるの？うん、なんかちゃんとして食べたいって思って、で朝の番組見ながら、うん、優雅に過ごすのがなんか楽しい。おたまに。パンってさ、この出来たてが美味しいよね。こう時間経つとさ、硬くなるしね。硬くなるけど、出来たてだよね。うん、で今、うん、オーブンなんですけど、このチーンってやるやつが欲しい。あー、あ、正直のやつか。 あれか、アニメとかに出てくる、ドラえもんとかによく出てくるやつね。チ、ーンとかやって上にバコーンって上がってるやつね。そう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 、黒焦げになってからね。そうですよ、はいはい、誰かプレゼントしてね。あらら、らおーおーっと、果たしているのかどうか。いるですね。言ってるよ。あ、リスナーの皆さん ね、どっちかっていう。はい、誰かよろしくお願いしますよ。今ね、はい、パン派が2で米派が3です。はい、はい、お待ちしております。お待ちしております。ちなみに何？ディレクターは？そうですね。パン派、米派？パン派か米派か。パン派です。あ、第3位になりました。叫びたくなってきた。叫んじゃってもいいかな。来るよ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 、行くよ行くよ行くよ、いいや、さあさあ。何この声、もう変な声が鳴ったということは。ミュージックタイム。今日のオープニングソングはエリック・クラプトンで Change the World。
ここからはゲストのコーナーです。このコーナーでは毎週素敵なゲストをお迎えしています。今週のゲストはコンスタントグローのジャハナイサムさんと永田里奈さんです。ようこそ。ようこそ。こんばんは。こんばんは。はい、ということでですね、ここであのゲストの簡単なプロフィールをご紹介します。コンスタントグローは2013年3月結成のロックバンドです。メンバーは6名構成で、ボーカルのイサムさんは生まれながら筋肉が徐々に衰えて、息をする筋肉さえ奪われると言われている進行性の難病を抱え、車椅子での活動をされています。コンスタントグローは全ての枠を超え、音と思いを伝えていきますというプロフィールをいただいております。ありがとうございます。改めまして、ようこそしゃべくり無限大へ。イエイ。ありがとうございます。初の FM ギノワンです。あ、そうなんですね。メンソーレ。メンソーリよ。はい、いろいろちょっと私たちからね、質問をしていこうかなということになっていますが、はい、用意はいいですか。はい、誰から行く。じゃあ質問。はい、あ、ふーちゃん、私行きます。あのグループの結成のきっかけ。きっかけはですね、気になりますね。これは今回初言うんですけども、はい、きっかけはですね、はい、言っていいのかな、これ言っていいと思う。あ、後で言う。後で言う。食べて食べて食べて言わない感じ。気になる。気になる。ただバンドをやりたかっただけです。シンプル。っていうのも、まあ、本当にそんな感じなんですけども、それで、はい、Facebook で呼びかけしてバンドがどんどん集まってきて、今、6名構成という。すごい。不思議な縁ですね。じゃあ、はい、きっかけは Facebook？ はいはいはい。もともと僕がソロでやってたので、はいはい、でバンド構成でやりたいなと思って、はい、なるほどね、はい、まあ、じゃあ、はい、じゃあこのバンドの前にこの歌を始めたきっかけは。きっかけは、まあ、歌が好きだっていうのと、はい、ですね、まあ、なかなか体が動けないものですから、なんかギターを弾くだとか、うん、ドラムを叩くだとかできないので、歌ならちょっとできるかなと思って。できるって言ったらなんか上手いみたいに聞こえるんですけど、下手くそですよ。全然聞けるもようなもんではないですけど、まあ歌でいろんな人に伝えていければなと思ってます。じゃあもともと作詞作曲とかはされていたということですか。はい、はい、そうですね。なるほどね。すごい、すごい。ちなみに、永田里奈さんはどのパートを担当されてるんですか。私はドラム担当です。かっこいい。すごい、女性ドラム、はい、女性ドラム。そうです。わわわ、拍手来てますね。拍手来てます。ありがとうございます。クラッカーも来てますよ。素晴らしい。かっこいい。ちょっとね、聞きたい、うん、次の曲が本当楽しみですね。楽しみ、はい。コメント来てますね。はい。マシャさん、リナちゃん、おお、知り合いですか。そしてアッキーさん、いい曲歌うよね。その歌大好きです。おお、ありがとう。ありがとう。嬉しいですね。聞いてみたいね。うん、気になる。ね、逆に楽しみになってますね、私たちがね、うん、もう、ね、これは後ほどですね、はい、皆さん、はい、楽しみにということで、楽しみにしててください、はいはい、ちょっと質問いいですか、はい、このコンスタントグローっていう名前の由来というか、はい、この意味は何ですか。これは意味は何ですかね。あ、私も聞いたことない。誰が知ってるけなんでしょう。これは半分適当。半分、なんだろう、なんだろうな。これ、コンスタントグローって、全く正反対の言葉なんですよね。コンスタント。もう、あんまり、なんだろう、変化のない、うん、コンスタントにやるのと、はい、グローっていうのは光のように成長するっていう意味で、うん、変わりのない成長っていう意味なんですね。深い。深い。なんか、反対のことをつけとけば深く聞こえるかなと思って。ちょっとイサムさん、僕の耳が深く聞こえてますよ。イサムさん、適当よ、適当。ランクルナイサー、面白い、ね、なるほどね。なるほど、そういった意味があったんですね。コンスタントグロー、はい、なるほど。ちなみにご出身はどちらになるんですか。僕は沖縄県の葛連。あ、そうなんですか。そうなんです。ちょっと待って、私もカッチンですよ。マジでですか。はい、ヘシキヤですよ。嘘、私は内間。
あ、いいな、近い。あ、よかちゃんだったんですね。はい、あ、嬉しい。そうなんですね。はい、平式は漁港のすぐ近くです。あ、いや、わかりますよ。いっぱい友達もいるし。そうなんだ。ちょっと親近感一気に湧きました。なんか一気に地元感出してそうなんで、ね、うるま市っていうのは、ちょっと本島からちょっと飛び跳ね、飛び出した半島諸島になりますので、うん、ちょっとまた特殊なんですよね、私たちね。方言とかも少しずつ変わってきますし、すね、地元愛もね、また強い地域ですから。エイサーが有名ですよ。そうそうですね。錦鯉さんね。すごい。焼けないさんもね。焼けないさんもね。あるよね。上手あっち。リナさんは。あ、私？私は西原出身です。おお、西原。一緒だ。あ、嘘。知らなかった。初めて聞いた。一緒だ。びっくり。歩いてたばったり、てっちゃんと会うかも。可能性あるぞ。あるかもしれない。ねえ。今日、てっちゃんに会おうと思ったら、ライカも行けばいいでしょ。そう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 。ライカに行ったら、フードコーナーのとこでいつもいるからね。予約してよ。ああ、そうか。ゆっくりしてます。じゃあ質問続いていっちゃっていいですか。はいはい。お二方に誰にも言えない秘密はありますか。お、聞けるかな今日。あるけど言えないからね。あ、なるほど。そしたらダメさ。もういいですけど、もう多分この番組潰れますよ。そんなに。もう過激どころじゃないですよ。あ、ミサムさん何を持っていくの。ドキドキするさ。ドキドキするさ。ギノ、FM ギノは閉鎖になります。閉鎖に追いやるほどの秘密。大事な秘密があるので、それは許しときましょうね。さっきからね、このもったいぶりが半端ないですね。面白いね、ミサムさん。ね。ギャップがありますね、この。じゃあこの質問はじゃあパスしましょう。はい、スルーしましょう。よかったです。スルーで。他にある人。はい、他にある人。はい、と活動歴はどれぐらいですか。活動歴、バンド活動。そうですね、バンドができて2013年からなので、約3年ぐらいにはなってるってことですね。はい、主になんかどこでライブ活動とかはされてるんですか。そんなに回数は多くないんですけど、どうしても僕が車椅子なので、はい、ライブハウスが地下だったり、階段があるところだったりするので、まあ、限られていて、音市場さんだとかもつさんだとか、そういったところで、まあ、年に1回は大きいところでライブしたりしてます。はい、なるほどね。そういうことか。はい、こうなんかコンサートとかライブをするときって、はい、まあ、どういう気持ちで、まあ、歌ってたりとか、どういう気持ちで楽器を演奏してたりとか、なんかどういう、ね、なんか気持ちを込めてされてるのかなと思いました。うんうんうん、緊張とかやっぱしますか。まあ、緊張 もうガタガタしてですね、もう立てないぐらいんですよ。立てないぐらいですね。ちょっと待って、ちょっと待って。俺車椅子か。ちょっと今突っ込むか迷いましたよ。そうそう、面白いね。ね。で、まあやっぱり僕としてはやっぱりいろんな形で、で自分のやりたいことをどんどん前に進むっていうのが一番伝えたいメッセージですが、まあ MC ではいつもおちゃらけてるので、歌は歌うなと。喋れと言われる場合も多かったりするんですけど、喋るの面白いです。面白い。なんかね、あ、くる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 ってなって、あ、言わないっていうのとかがまた引きつけてしまうんですよ、ね、人を、うん、なるほどね。特にもドラムのリナのあのドラムさばきはすごそうですね。すごいですか。すごい、もうすごいですよ。一音命をかけて。かけて。ああ、かっこいい。髪の毛があんななるぐらいですか。髪の毛があんななるぐらいですか。髪の毛、もう、振り乱して。X ジャパンみたいな。ね、はい、な感じ。一人でもあくびしてる人を見たら、スティック投げますよ。怖いさ。怖いよ。なんか、みんなはね、もう本当に優しい、この優しそうだね。オーラが出てるの。俺がイメージを崩そうといつも頑張ってます。なんか、この二人、ギャップがね、すごい。ねえ、すごいギャップ。すごいですよね。うん、みんなじゃあ6名このチームは沖縄県出身なんですか？いや、東京出身の方もいてですね、もうバラバラなんですけども。東京はじゃあ移住してきた方もいるってことなんですね。はい、すごい。練習場所とかね、どちらでされてるんですか？いろいろ那覇だとか、まあ、沖縄市だとかでも、はい、スタジオ借りてしていますね。へ、はい、メンバーは何名になるんですか？6名のうち何名が沖縄出身なんですか？何名ですかね。
6名のうちベースと、とエレキギと何名です、何名が沖縄の人です、多分5名だと思います、多分5名そうですね、なるほどね、 Facebook で集まって2年3年、はい、こういう出会いもあるんだね、すごいですね、はい、確かにね、バリバリ、はい、聞いてみたいな、もう少ししたらみんな聞けるからね、もうちょっとじゃないか、ね、もうちょっとおちゃらけトークを皆さんご視聴お願いします、はい、コメントを読みましょうね、はい、アッキーさん、自分は私リナリナ大好きです、あらありがとう、あらららら、アッキーさん、こんなところで告白してるんですかね俺が守りに来たんですよ今日ね、守ってね、なるほど、もう一つ来てますか、はい、AKB ファンさん、 AKB ファンさんからです、うん、てっちゃん、きんちゃん、皆さんこんばんは、あれリナリナかと来てますね、リナリナさん、先ほどからなんか大人気で、ありがとう、AKB さん、俺の名前一個も出てきた、あれ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 、ミッチーさんからコメントが来てます、イサムさん、こんにちは、今作ってんじゃねえかよ今自分で作ってんじゃねえかよ、びっくりしたよ、それも男かよ怒られちゃったよ、どういうことよはい、ではでは、はい、それではここで一曲、うん、おかけしたいと思います、ありがとうございます、はい、はい、じゃあコンサートグローさんの曲を本人さんからご紹介をお願いします、はい、はい、ではコンサートグローで桜はまだか聴いてください、
コンスタントグローさんで桜はまだかの曲をおかけしました。本日のゲストはコンスタントグローさんでジャナハイサムさんと永田里奈さんです。はい、ありがとうございます。はい、そして、はい、いい歌が流れましたね。ありがとうございます。そんな時にメッセージがいただいております。マシャさん、イサムさん、はい、だいぶ前に対バンしたマシャですけど覚えてますか？マシャより。わかりませんね。あれ誰ですかね。あれ対バンしたって書いてありますけどね。うん、なのかな。テーペロってマシャさんがテーペロって来てるの。あ、うん、本当だ。マシャさんがテーペロって。いや、もうマシャさん有名ですよ。あ、そうなんですか。ラジオリスナーでは。そうなんですか。もう歌も歌ってて、もうとっても上手ですよ。すごいです、マシャさん、ね。はい、それで対バンということで、はい、でもイサムさんは知らないです。覚えてないという。なるほどね。はい、じゃあ次は告知タイムいく？そろそろ。タイムの前にですね、あと一つコメントを読みましょうね。はいはい。AKB ファンさんから、うん、はい、名前教えて左から。名前を教えてって左から。もう一度ってこと？もう一度じゃん。ツイキャスを見てるのかな、じゃあ今。はい、ね、はい、じゃあ。それで自己紹介の後に見てくれた方のためにじゃあ左からということは。左から。あ、私たちも？そう。でも全員。あ、全員？オッケー。オッケー。じゃあすぐ。どうぞ、パパとどうぞ。あともテツーです。そして、はい、ニーナです。はい、ミッチです。イサムです。リナリナです。キンちゃんでーす。はーい、お待ちくださーい。コンスタントグローさんがゲストですよー。はーい、見事リクエストに答えたね。じゃあ、はい、早速行きましょう。告知タイム。はい、イエーイ。ということでですね、告知などありましたら、はい、ぜひこの時間にあの皆さんに教えてほしいのですが、何かありますか？はい、はい、はい、ぜひもう近いんですけども、はい、2月27日、はい、土曜日に、はい、ゴールドコンサート沖縄地区予選があるのです、うん、そこでですね、コンスタントグローエントリーしまして、コンテストを受けよう、はい、ライブ審査を受けようということでですね、はい、はい、12時半から会場でですね、これ実はこのゴールドコンサート予選で勝ち上がると東京への切符がもらえるということで、夢の切符を、はい、でこれがなんと会場審査もあるということで、入場500円出るんですけども、それが審査券となってまして、それでぜひコンスタントグローと書いていただければ僕の熱い抱擁をあげますので。おいいですね、イサムさんからの熱い抱擁、はい、はい、いらない、いるいる、 いるっていう人たくさんいますよ。いましたよ、 AKB ファンさんからメッセージで、はい、メモった、私メモったとね、今のメッセージを、はい、はい、皆さん2月27日来週の土曜日ですね、はい、ゴールドコンサートという、はい、コンテストですね、はい、そちらに出場と、はい、うわ、これじゃあ外せないというか、まあ、負けられない大会になりますね、はい、これ、はい、場所はどこになりますか？あ、すいません、音市場、沖縄市の音市場になります、はい、沖縄市の音市場で、音市場で、はい、十字路のとこですね、はい、なるほどね。これあのどのぐらいのチームが参加するとかは分かるんですか？大体27組出るんじゃないかという。あ、結構多いですね、はい、結構相当、はい、トーナメント式で、はい、いや、うん、もう1回ライブ審査で、その中で審査員と会場審査と、会場審査っていうのがまたいいですね、はい、ぜひちょっとコンスタントグローさんに優勝してほしいですよね。うちの、ね、番組にも来てくれた、そうですね、そのゆかりで、はい、頑張って応援します。はい、はいはいはい、もうぜひ応援しますって言いました、今。はい、じゃあ来るということでいいですか？来たい。そうですよ、来るということ。あ、そう、あ、誕生日じゃない？その日誕生日なんですよ。誕生日と僕らどっちが大切なんですか？誕生日。そんなこと言わないでよ、もう。ちょっとアッキーさんからのコメントを見ます。リナもなんか宣伝したらいいさ。そう、あ、はい、じゃあ、はい、あれ何、あ、そうか、 CD を配ってます。CD を配っている、コンスタントグローは CD を配ってます。配ってると言ったら、はい、まあ詳しく言うと、詳しく言うと、こちらですね、絶対売らないぞとイサムが宣言をして、コンスタントグローは CD を売らないんです、はいはい、ということは配っている、無料で、無料で、はい、皆さんに、はいはい、差し上げております、はい、実はね、私たちも打ち合わせの時に先ほどもらったんですよ、先ほどいただいたんですけれども、うん、すごい、あの、ね、1,2,3,4,5 5曲入りですよ、はい、しかもね、あのチラシも
このコンスタントグローさんについてのチラシだったりとか今までの経歴とかもがっつり載ってるんですよ。 そうですね、それもついてきてます、はい、しかも沖縄タイムスそして琉球新報にも、はい、掲載されているということで、はい、これは、本当に占いで、はい、で以前まで何年か前まであのミリオンセラーだったじゃないですか、はいはい、CD、はい、100万枚売れること、はいはい、そしたらみんな音楽が知っていて口ずさんでいたんですけども、うん、もう CD が売れない時代なので逆にミリオン配布をしようじゃないかと、配布100万枚配布したらみんなが歌えるんじゃないかなと思って100万枚配ろうと。なるほど、逆にギフトとして皆様に送って、はい、送ってそれで歌を歌ってもらったら僕らは紅白に行けるんじゃないかと。行ける、絶対行きます、うん、すごい、ね、僕たちも番組でね宣伝しなきゃ、うん、本当にね少しでも力になれたらね、うん、ぜひとも今日も何枚か持ってきたのでぜひ、はい、FM ギノワンさんに置いていただけたらなと、はい、早速ねメッセージでシロさんからいただいております、はい、欲しいと来ていますし AKB ファンさんも、リナリナくださいとも来ていますね。アッキーさんは素晴らし しいということで、ちなみにこの欲しい方はね、はい、あの僕らのホームページもありますし、はい、またギノワンさんにも何枚か置いていきますので、はい、そちらに取りに来ていただける方がいたらぜひ渡してほしいなと思います。でも先着順になりそうですよね、はい、そんなに大量には、ね、はい、置けないということですので、はい、もしもなかったらもうすぐに僕らの Facebook、Twitter などでコメントいただければすぐに届けますので、はい、じゃあね、ぜひ欲しいという方、もうね、むしろね、無料っていうところは本当に太っ腹ですね、もう、はい、本当に。しかもいい曲だらけですからね、うん、ぜひ皆さんお手元にゲットしてください、はい、目標は100万枚そして紅白、はい、出場、はいはい、ということで今のところどのぐらい達成してますか。1万1000枚りました。そう結構いってますね、それでもね、100分の1億あと80、98万枚、はい、そうですね、もう僕たちしゃべくりの力で少しでも力になれるように応援、はい、ちょっとどさくさに、ちょっと今ごまかしたんじゃないですか。ごまかしたね、ごまかしてねえよ、ごまかしてねえよっておい、ちょっと数学が苦手なもんだよ。なるほどね、じゃあコンスタントグローさんの、うん、CD がぜひ100万枚いきますように、そして紅白ね本当にいけますように、うん、ぜひこの今、はい、リスナーの皆さん聞いてる皆さんはもうチャンスですの で、うん、なので FM、はい、ね、聞いてよかったらまた友達だとか職場に、うん、だとかモアイ仲間にでも配っていただけたらなと思っています。この27日のコンテストでも配ったりもしますか。ですね、コンテストなのであんまり配れないんですけど、あ、闇で配りますので。闇、イサムさん来ました皆さん。闇で配りますので、はい、声かけていただければ、声かけていただければ、うん、バレないように、ね、はい、闇でね、闇で手渡しでもらえるはずよ。ね、で皆さんがねもうずっと無言で、うん、うんうんっていう感じがシュールでね。いいね。はい、ということで音市場でゴールドコンサートが行われるということですので、はい、来週応援にね、はい、ぜひ、うん、駆けつけてください。はい、2月の、じゃあ改めてじゃあもう一度日時をね、はい、ご本人さんからご紹介お願いします。はい、はい、2月の27日土曜日、12時半オープンで13時スタートで、場所は、沖縄市にある音市場にてゴールドコンサートの、沖縄地区予選大会があります。ぜひとも、500円のチケットが出るんですけども、そこで、審査券を買っていただいて、コンスタントグローと書いていただければもう僕が法要なり中なり何でもしますのでよろしくお願いします。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。じゃあリナさんからもね、今聞いてる皆さんへメッセージお願いします。はい、ぜひ、コンスタントグローに清き一票よろしくお願いします。はい、お願いします。選挙みたいになりましたね。最後いやでも本当に皆さんお願いしますね。ぜひ応援してあげてください。本当に素晴らしい歌詞とね、はい、素晴らしいメロディーで6人構成でね、はい、もう生ライブは本当に迫力圧巻だと思いますので、はい、もうさっきの歌もとても良かったしね。本当に感動的でした。そうなんですよ、ちょっと最後の曲も実は楽しみにしてるんですが、はい、はいはい、どんな曲をね、そろそろお時間になりました。はい、はい、コンサートグローさん今日は番組に遊びに来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でそれでは最後にこの曲をおかけしたいと思います。ご紹介お願いします。じゃあリーナさんから。はい、コンスタントグローで旅の途中です。聞いてください。
プロさんで旅の途中の曲をおかけしました。はい、はい、いや素敵な方で、素敵な方でしたね。てかお茶目、あ、お茶目じゃなくてなんかおちゃらけお茶目&おちゃらけ&そうだね、なんだろう、でもこういう活動を通して勇気をもらったりとか元気をもらったりする人たちは絶対必ずいるなっていうのは、うん、とてもね今日近くでお話ししてて感じました、うん、そうですね、そして元気だね、すごい、うんうん、すごい、これからも頑張ってほしいですね、うん、もうぜひ100万枚の夢をね、はい、うん、叶えてほしいなと本当心から思います。はい、じゃあここでさらにお知らせがあります。はい、2月27日土曜日、メリーウィドーアンサンブル第1回定期演奏会が行われます。場所は富城中央公民館大ホールで行われます。で時間はですね18時、夜の18時会場で18時30分開演となっております。このねメリーウィドーアンサンブルというのは下は小学生から上は50歳までの、団体、県内最年少の一般楽団で、週に2日富城市を中央に活動しております。で吹奏楽を知っている方も知らない方も楽しめるメンバーを揃えましたということで、ご家族ご友人お誘いの上ご来場お待ちしておりますという、はい、メッセージがこちらに届いたんですけど、ね、告知ですか？はい、ということはあれですね、はい、1時にみんなミュージックタウンに行ってコンスタントグローさんの応援をして、 そして6時からはメリーウィドーアンサンブルを富城中央公民館で聞くという、はい、すごいな、はい、ハードだやな、ハードだねみんな来週の土曜日ね、楽しそう、そう、うん、このね第1回定期演奏会というのは、うん、もうこの楽団にとって一番の晴れ舞台だと思うので、はい、とてもね、ぜひ皆さんに吹奏楽部を、吹奏楽団を聞いてほしいなって思います。私の先輩が、団員にいますので、はい、ぜひ、はい、皆さん来場お願いします。はい、もう熱い気持ちが、はい、気持ちが来たよ、ね、そうだね、そう、実は金ちゃん高校の時吹奏楽部で、それでか、それでか、その先輩がもうずっと楽器を続けていて、うーん、本当にね素敵な演奏する方なので、じゃあもうお昼はねコンスタントグローさんを応援しに行って、夕方からは吹奏楽部堪能すると、堪能すると、ぜひ皆さんよろしくお願いします。しかもねこれ入場無料なんで、本当にご家族で友人でそうですね、はい、お願いします、はい、さあ、はい、今日のテーマは改めまして何でしたっけ。パン派、あなたは朝ごはんパン派か、それともご飯派か、はい、はい、でメッセージを、メッセージ、はい、たくさん来てます、はい、ありがとうございます、とってもたくさん来てますそしていつもの花子さん、はい、花子の朝ごはんはお米かな、ご飯と味噌汁に卵焼き、時々無性にパンが食べたい時もあります。ということは何、待って、今現在はパン派が5で米派が8、イエーイ、米来てるぞ今統計取ってますので、はいはい、次メッセージ、はい、どこ来てる、じゃあこれがっつり読みましょうかね、はい、シロさん、はい、はい、朝はパン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 ということは、パンに一票来たよ、やったー、パンパンパン、シロさんはパ ン、 パン、はい、そしてアッキーさんがアッキーさんからメッセージ来てます、はい、がっつり飯です、あ、飯派です、はい、じゃあそしてここでシロさんの名言入りました。パン食べて米の良さを知る真冬の俺、真冬の俺は書いてないですからね皆さん失礼しました、あ、そう、はい、ちょっと待って、今結局何、アッキーさんはご飯、ご飯がっつり米派、はい、米に一票ね、はい、シロさんもよさっき言って AKB ファンさん、俺もご飯、イエーイ、また米来たよ、はい、ゆい沢田さん、トースト最高です、はい、トースト来たよ次、これくらい、うん、あ、AKB ファンさん、私ご飯派、さっき言ったね、あ、そっか、ごめんねはい、なんかねみんなね、まあバラバラだけどね、うん、正直あれだよ、ご飯とかパンじゃなくても違うのも、あ、俺実はこれみたいなのでもいいからさ、青汁一杯とかちょっと米が
優勢かな勢、ね、ちょっともそんな感じがしてきます。しかも納豆、うん、納豆と一緒に食べるのが多いですね。やっぱ納豆ですよね、うん、納豆とか味噌汁とか卵焼きとか、うん、ご飯と合うもん。けどみんな朝ごはん食べるもんなのかね。朝ってさ、いつからいつが朝なのかな。起きたら朝、いやもう起きて一番最初に食べるのが朝ごはんじゃん。この時間はまあ11時ぐらいじゃない、うん、11時までが朝ごはんじゃないですかね、うん、なるほど ね、 まあ、ね、みんな職業から起きる時間もいろいろあるとは思いますけどね。はい、ちょっとラストスパートを皆さんこのね、はい、あのラジオを聞いてる見ている方は、うん、797アットマーク fmgino1.com まで至急お待ちしております。至急ですよ、至急。あなたはパン派それともご飯派ということです。はい、アッキーさんから来ました、はい、朝からトムヤムくん飯2杯いけます。すごくない？待って待って待って、トムヤムくんさ、俺タイで本場食べてくると死に美味しくない？本場が美味しくないってある？本場死に美味しくないし、ちょっとさ、この香辛料の香りが強くてね、ちょっとまあ僕は美味しいところのかもしれんな、じゃあ、ね、そこはちょっと苦手かもしれません。はいはい、はいはい、ね、さあ、そしてまだメッセージ来ていますね。ね、これはあきんちゃんに読んでもらおうかな、うん、はい、これは誰から来てるのかな。あの上に名前が載ってますね。 ありがとうございます。感謝、メリーウィドーアンサンブルです。 ありがとうございます。お、先ほどの、はい、演奏会告知ありがとうございます。お昼はコザミュージックタウン、夕方は富城市中央公民館で、ぜひぜひお待ちしておりますとのことです。そしてそしてついでにパン派か米派かも待ってますよ。はい、そうですね、それがね、そこも待ってますよ。そしてあの夕方ね、水槽のあの、ね、講演会ね、ぜひお待ちしております。夕方来れない人はお昼で、お昼もやってる、コザミュージックタウンでやってる。なるほどなるほど、なのでぜひぜひコンスタントグローさんのいい歌を聴いて1万枚に協力をしようではないか、皆の者立ち上がれおーみたいな感じでいい。これでよかった。そして今日はね、はい、そしてゆいいっぱいメッセージ来てるの、本当に、ね、ゆい沢田さんから来ています、ありがとうございます。トーストプラス V8 で栄養補給。あー、 V8 もまこうね。え、 V8 って何ですか？ジュースでしょ。トマトジュース。あれか、あの、ね、あれか、野菜ジュース。ビタミン V が8個入ってる栄養の、ね。賢いね、それが。だってトーストとか米って、ぶっちゃけ炭水化物さ。うん、そうですね。だよね。ここで決定的な文章が来ました。シグナスさん、はい、AM8 時半までが朝ごはんじゃなかったかな。あ、結構早めなんだね。嘘。あ、けど、一応けどね、こんなもんかもね。そういう決まりとか、ある感じ？けどみんながまあ何時に起きるかもよるんじゃないですか。まあそうだよね、わからんな、うん、ホテルとかを基準にしたらいいんじゃないか。あ、ホテルは9時までとかじゃなかったっけ、朝ごはんのタイムみたいな、うん、そういうのある。確かに10時だったはず。一応ホテル泊まったことないんだけどさ。あ、10時はブランチになるはずって、シロさんが、そうなんですね。そうなんだ、じゃあ9時59分までにしとくか。すごい、でも勉強になりますね。リスナーの皆さん、うん、ありがとうございます。ちなみにパーソナリティの皆さんは朝起きてから何分後食べるの？起きてからすぐパッて食べれるタイプの人。分数測ったことはないんだけど。測ってみて。すぐ起きるね、自分は。違う違う違う、起きてからご飯食べるまでの時間。起きて顔を洗って、うん、トイレ行って。じゃじゃ、そういうことじゃなくて。だいたい10分ぐらい。10分は。10分でご飯食べれるんだ。10分でご飯食べれる？自分は10分ですね。うん、まあ、10分は早いかな。早いね。早い、うん、前藤さんは、うん、30分ぐらい必要かも。だらだら。あ、待って待って、ちょっとディレクターさんがあれって言ってるよ。起きてから、わー、起きてからすぐだよって。朝目が覚めてすぐ食べるの？シロさんも、シロさんも寝起きすぐ、寝起き2分って。ね、うちのディレクターと一緒ですね。へえ、無理だな、起きてすぐは。寝起き2分でってご飯食べれる？無理。マジ？目しばしばしてからコンタクトつけてる時だぜ。へえ。起きてすぐコンタクトつけるんですか？いや、起きてすぐ目覚まし消して、おしっこしてから。なんやねん、もう。もうあんまり乱情報ありがとう。もうね。はい、ということで、米派かパン派かで、皆さんのメッセージ募集しております。はい、そしてそしてメールも来てるみたいですよ、うんうん、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます、う
メールを今検索中です。ああ、さっきのメリーウィンドアンサンブルさん。ちなみにパン派です。ファミマのパンが好きです。おお、ありがとう。そういうことね。もう職場に向かうときに食べるタイプかな。メリーウィンドアンサンブルさんはパン派。はい、うん。車で食べてる人よくいるもんね。うん。うん、あ、なんかでも絵になる人はもういるからね。パンの片手にさ、急いで、ふーみたいな。アニメのワンシーンね。ね。そういう人になりたいな。そう、気軽に食べれるのが魅力的ですね、パンは。確かに、ね、手につくわ、米は。確かに、ね、ビニール越しでいいじゃん。ビニール越しでいいじゃん。あ、そして、統計が出ました。お、今出てる。ドゥルルルルン。あれ、誰か言って。そのまま言うのかと思ったよ。パン派が、パン派が9票。そして米派が10票。ということで、今回の統計は、朝ごはんは米派が微力ながら勝利いたしました。イエーイ。ダンタ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 ダンびっくりした夢、あなたが見た夢で驚いた夢をぜひ教えてください、はい、それでは最後はこの曲でお別れいたしましょう、はい、ハリー・レイ・ジェプソンで Call Me Baby。 お相手はニーナとミッチとキンちゃんとテイツーでした。また来週お会いしましょう、はい、さようなら。シグナスさん Thank you。 朝ご